Hello, this is Tom the Train. Yay! How are you today? ということでね、今日はタイトルにもある通り、英語のね、ジョークのゲームをちょっとご紹介したいと思います。先日ね、ツイートしたんです、これ。はい。ノックノックゲームっていうのがあるんですよ。英語では。まあ、後でご紹介しますけど、例を出してね、みたいな。例を出してくれたら嬉しいです、みたいなツイートをしたんですよ。そしたら、なんかいっぱいいただいたので、それをご紹介しつつ、どういう意味なんだってことをね、ご紹介したいと思います。これからね、海外に行く方とか、あと外国人のお友達、英語を喋る方のね、お友達に対して、こういうのを言うと、ちょっと会話が弾むよ、みたいなご紹介です。じゃあ行きましょう。レッツゴー。じゃあまず流れなんですけど、ジョークを言いたい側がいきなりノックノックって言います。で、ノックノックっていうのはドアを叩いてる音です。コンコンみたいな、ノックノックで、言われた方が Who's there? って言うんですね。 Who's there? 誰さ、どちら様ですかみたいな。 Who's there? って言うんです。で、こっちが名前を言うんですね。だからトントンみたいな、例えば。で、向こうがトントンフーって返してる。その言われた名前プラスフーだから、どちらのトントンさんで、トントンフーって。で、そのトントンフーっていう言葉に対してオチをつけるっていうゲームです。だ、トントンだとジョークにならないので、ここまで言ってるとわかんないけど、流れとしてはノックノック、 Who's there? トントン、トントンフーっていう感じで言ってあげるんです。ノックノック、 Who's there? トントン、トントンフーっていう感じで言ってあげるんです。 OK? ではやってみましょう。Knock knock. Who's there? Boo. Boo hoo. Oh, you crying? はい、こちらの解説です。最後にブーフー、どちらのブーさんですかって言ってるんですけど、ブーフーっていう音に関しては、これはオノマトペで泣いてる音なんですね。えんえんとかわーんとかみたいな泣いてる音を英語だとブーフーって言うんですよ。だからブーフーって相手が言ったので泣いてることになるので、あーなんで泣いてんのみたいな。そんなジョークです。ノックノック、 Who's there? Doctor? Doctor who? You said that. はい、こちらは、まあ、相手がもうドクター who って言ってくれてるので、もう名前言ったじゃんっていうことで、ドクター who っていうキャラクターがいるんですよね。だからもうドクター who って名乗ったから、もう言っちゃったじゃんっていう、そんな感じのジョークです。Knock knock. Who's there? Cow says. Cow says who? No, cow says moo. はい、こちらはですね、Cow says. Cow っていうのは牛ですね。牛はこう言いますみたいなことを、牛は言いますってとこまで言って、Cow says who だから、who 牛は who って鳴きますみたいなことを向こうが言うんですね。Cow says who って。で、who って鳴かないでしょって。もうって泣くでしょって、英語だとムーって言うんですけど、もうって泣くでしょっていうことで切り返してみます。ノックノック、 Who's there? バナナ、バナナ who? ノックノック、 Who's there? バナナ、バナナ who? ノックノック、 Who's there? バナナ、バナナ who? ノックノック、 Who's there? オレンジ、オレンジ who? オレンジ、 You glad that I didn't say bananaはい、こちらはですね、バナナって言ってるわけですよ。バナナ、どちらのバナナさんって言ったのを無視して、もう一回バナナってノックノックが始まって、バナナバナナって何回も言って、で最後にオレンジって言うわけですね。でオレンジって言ったから、バナナって言わなくてよかったでしょみたいな、バナナだって来ると思ったでしょみたいな感じで、オレンジは何なのっていうと、オレンジユーって、そのオレンジユーって言うと聞こえないかもしれないけど、オレンジユーって言うとアンチューに聞こえるんですよね。だと思ったでしょっていうのが最初の部分、アンチューに聞こえるの。オレンジュー、オレンジュー、オレンジューっていう感じのジョークなんです。だから最後の文にね、全く違う文持ってくるっていう手もあるみたいですよ。ノックノック、 Who's there? アニータ、アニータ who? アニータ go to bathroom。はい、こちらはですね、アニータっていう、まあ、名前ですね。アニータ、で、アニータの後に、go to the bathroom って言ってるんですね。まあ、トイレなんですけど、アニータっていうのを早く言うと、I need to っていう、しなきゃいけないっていう。アニータっていう言葉の後に、動きの言葉を持ってくると、I need to 動き。だから、これをしなきゃいけないっていうふうに聞こえるんですよね。I need to go っていう、早く、アニータ go ではなくて、I need to go。なんですよ。まあ、そもそも普通に言ってたら Go の後 Goes ってなるわけで、
あのだアニータとしては使ってないんですよね。人としては使ってない。 I need to go で I need to go I need to go に聞こえる。 I need to go to the bathroom I need to go to the bathroom っていう感じの言い方です。アニータっていうのはよくあるみたいですよ。だからこれを使ってただ普通にトイレに行きたいっていうんじゃなくてノックノックアニータで I need to go to the bathroom っていう会話をしてみたりしてトイレ行くとかね、そういうことをやってみても面白いかもしれない。ノックノック Who's there? Hike Hike who?Oh, I didn't know you like Japanese poetry. これはお気づきの方もいるかもしれない。ハイクって言うとハイキングするっていう、まあ、動詞なんですね。ハイキングするって、ハイキングをするって日本語で言うけど、ハイクするっていう意味なんですね。だからハイキングしよう。だハイクですって言うとハイクフー。ハイクフー、ハイクフー、ハイクフーって言うとハイクに聞こえるってことなんで、あ、日本のハイク好きだって知らなかったわ、みたいな感じで返すんですね。はい、そういう風に聞こえるっていう返し方もできるっていうね、まあそんな感じの言い方でした。はい、とりあえず今回は以上です。はい、というまあ調べると出てくると思います。ノックノックフーズゼアゲームとかノックノックゲームとかってやると、ただねこれはねやっぱ言葉の違い、文化の違いもあるので、ちょっとねわかんねえわっていう時はあると思います。はっきり言って。僕もニュージーランド行った時にいわゆるコメディの番組とかを見ててもやっぱねジョークの感覚っていうのが違かったりしてちょっと分かんない部分ってあるんですよね。周りの英語圏の人、まあ、ニュージーランド人でも何人でもいいんですけど英語圏の人が笑ってる部分も僕にとってええどういうことって言って話を折っちゃったりするような場面があったりとかするぐらい、まあ、だからこれはしょうがないですね。英語できるできないとかっていうよりはその何細かいこと、文化的なこと、あとニュアンスとかそういうのが分かんないとちょっと難しいところがあるのであれですけど、とりあえずね外国人の、ね、英語圏のね友達がいきなりこうノックノックとか言ってきたら、あこれはあれのゲームだっつって乗っかってあげて Who's there? って言ってなんとか Who? っつって返してあげて会話を弾んでいければ面白いじゃないですかねっていうご紹介でした。こういうゲームもあるよっていうね英語圏のご紹介でした。はい、ということでこの動画がいいと思った人はライクボタン、そしてチャンネル登録もねぜひこっちかなよろしくお願いします。はい、ということで、ね、英語関連のことでも何でもいいのでぜひコメントください。こういうのを知りたいですとかね、いろいろねまたちょこちょこやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ではまたね。はい、ということでね、ノックノック風ゲームって僕ね本当留学中から分かんなくてちょっとふとした思いでツイートしたらいっぱいメッセージいただいてね本当にありがとうございました。またね、こういう質問あっていっぱいリプいい例とかが上がってくればご紹介したいと思いますのでぜひよろしくお願いします。では